ジャージー軍はアメリカ合衆国入りの一州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,985人であり、2000年の21,668人から6.1%増加した。軍庁所在地はジャージービル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ジャージー軍はセントルイス大都市圏に属している。ジャージー軍は ミシシッピ川とイリノイ川が合流する地点の北東に一致している。元はキカプー族、メノミニー族、ポタワトミ族、イリノイ族連邦などアメリカインディアンが住んでいた。この地域を最初に訪れたヨーロッパ人探検家は1673年のマルケット神父とルイ・ジョリエであり、恐ろしい色をしたバイアスを踊りに出くわした。現在グラフトン近くにアルペールマルケット、 州立公園はマルケット神父にちなむ命名であり、公園にはその記念碑がある。ジャージー軍は1839年2月28日にグリーン軍から分離して設立された。軍名はニュージャージー州にちなむものであり、そこから多くの移民が移ってきていた。ニュージャージー州はイギリスのチャンネル諸島にあるジャージー島にちなんで名付けられていた。この地域にはすぐに いくつかの小さな農業社会ができた。地域が繁栄を始めると、軍政府が組織化され、軍庁所在地のジャージービルに、軍庁舎が建てられた。現在の軍庁舎は1893年に建設された壮麗な建物である。今日も、軍経済は農業に基づいているが、ミズーリ州、セントルイスやその周辺に通勤できる距離にある。 住民の多くが軍外で働いており、混雑に近いが、その中にはいないという恩恵を受け、これがジャージー軍事業協会の宣伝用を公式スローガンになっている。軍社会になっている河川は、農業生産者やアグリビジネスを支えること、及び強い観光業を生むことで、軍経済に重要な役割を果たしている。主要産業は教育、製造業、小売業となっている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は377.13平方マイルであり、このうち陸地369.27平方マイル、水域は7.86平方マイルで、水域率は2.08%である。南側境界は、ミシシッピ側、西側境界は、イリノイ側、北西境界は、マクーピン側と三面大川が、 境界になっている。ジャージー群はアメリカ合衆国中西部の大半に典型的な気候にあり、湿潤大陸性気候と湿潤温帯気候の移行部にある。大きな山も大きな水域もないので気候は温和である。春は雨が多く、竜巻や吹雪など異常気象を生みやすい。夏は暑く湿潤であり、湿度が深い指数を上昇させ、気温で 下市100度を超えているように感じさせることが多い。秋は温暖で、降水量も少なく、完結的に豪雨を生むことがある。初雪は11月下旬にある。冬は寒く、時として降雪があり、気温は氷点下になる。近年、群長所在地である、ジャージー・ビル氏の平均気温は1月の下市17度から7月の夏至88度まで変化している。 過去最低気温は1977年1月に記録された歌詞25度であり、過去最高気温は1954年7月に記録された歌詞112度である。月間降水量は1月の1.92インチから4月の4.14インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジャージー群は 記11の軍区に分割されている。軍区名の後の数字は2008年、推計人口である、ジャージー軍の自治体。ありがとうございます。